さあ、そして今日のテーマは、日本一の魚屋さんが選ぶうまい魚の食べ方見分け方です。はい。ね。あれですか。もう今お戻りになったってことはもう準備が整の、はい。はい、整いました。すバッテリーやってきました。わあ、楽しみです。えー、皆さんからちょっとメッセージも来ておりますので、はい、ご紹介させてください。えー、ゆらりさん、魚大好きです。捌けるようになりたいです。だけど部屋に充満する調理後の 生臭さに耐えられず魚をししてままいます食べ終わった後の処理消臭方法を教えてくださいということなんですけどはいまあ普通に考えると家でさばかないのが一番いいと思うんです家でさばかないはいそれはもう魚屋さんにやってもらいなさいそうですそれはやってもらうのが一番いいです一番いいですだいたいまあ買ってはいあれするとやってくれますよねや,っや,やりますよ、ね、あのそういうそうしてやってくれなかったらそこ行かなきゃいいですもん そういううことです <laughs> あのうちのそばの台詠のとか、ひもん屋のエーとかだと、はいあの、マダムがよく言ってます、はい、これ、3枚におろしていただけます、少々お待ちくださいみたいな感じで。はいはい <laughs> そういういことですよねなかなかあれひいきにならないとやってくんないんじゃないかと思って若干躊躇するんですけど、はい、関係ないですやってもらって言えば、はい、でそこで「なんで?」ってやんでみたいなこと言われたら、はい、もうそこ行かなきゃいいってことですよねすはいそれがいいいと思います、ね、あれもなんかでもあの開きとか三枚におろす以外のあま言い方が分かんないんですけど、はい、どうやってこう伝えるのが一番いい方法ですかね食べたい料理したい方法を言うのがいいんじゃないでしょうか、ね、なるほどお刺身にしたいですとかはい なんとかにしたいですか。はい、そうですね。ムニエルにしたいだとか、あなんでしょうね。あと、ブイヤーベースにしたいとか、<っ>いろいろまあ。ブイヤーベース魚さん大丈夫ですか。もうわかってくれます。わかりますよ、きっと。最近はもう。はい。だからみんなわかってると思うんですけど。<laughs> ブイヤーベースではわかります。はいはい。そうかそうか。こういう風に食べたいんですっていうことをお伝えできればいいわけですよね。はい、それでいいと思います。はい。なんかね、今日いろいろ来てる中では、はい、あの銀物っていうネタが多いですね。 銀物,銀物食べてないな食べたいなっていうおお銀物銀物あの僕たちはメロウって言うんですよあれメロウ分かった分かりましたなんではいなんかあのえっ、ー、とスーパーとか行くと、はい、なちょっと名前違ったらごめんなさい大黒屋っていうのかな,なんかあのお惣菜屋さんがあって結構お魚系のお惣菜が多いとこ確か大黒屋っていうと思うんですけどそこでメロっていうのがいっぱいあって、はいはい、好きなんですけど 銀をメロってうんですすかだと思いま僕あんまり扱わないんですけど銀物って銀だらを少し身を締めて油が乗ってるような感じでそうですそうですそうですはいあの銀物の釜とかよく売ってますよね照り焼きとかそういうのあれ銀物メロウですねメロあれはメロウあっそかわかりましたこれから僕もメロウはいメロですねどの辺が好きなのとメロウ系メエルですねメロウですねメロけとすにすると。 美味しいね、そうですね、美味しいと思います。はい、僕、すごい大好きですよ、ね。はい、あれは扱いやすい魚だと思います、はい。またもう一個違う銀物が来ました、銀物の最強焼きが最強ですみたいな、少し焦げ目がついたくらいがいいです、皮もパリパリな感じ、ね、ああ。銀だらだと思いますけどね、そうですね、はい、僕は。 イワシえイワシのお腹に明太子詰めたやつそれはねあ,<ー>あの地影で買ってください <laughs> あの福岡の地影っていうあの明太屋さんいっぱいあるんですけどそこでありますサンマ明太とかイワシ明太とかあります、はい、美味しいです、はい、間違いありませんはい <laughs> <laughs> え皆さんからもいろいろ来てますけどなんかあのなんとなくそういえば「ん?」と思ってたんだけどあの聞いたことないしなんか聞くのもなーなんていうこといろいろあると思うんですね是非、はい、皆さんそういったところをですね、えー、送っていただきたいと思います。えー、ハッシュタグは HW83」Twitter の方さあじゃあこの後はですねお知らせを挟んで松本さんがさばいてくれたアジオ実食ですそして聞いている人もすぐにできるお魚をおいしくする方法も教えてくれます。

単純な魔法なんですけども、いいじゃないですか。美味し,しそう。そうって大丈夫ですか。はい、あ大丈夫です美味、はい、しそう。やおおい。あ、すごいいい香り。あ、そうですか。シソ、うん、とか。それ魚じゃないじゃん。<laughs> <laughs> ネギが嫌いだって。そうなんですよ。ごめんなさい。でネギ入れてこなかったです。ごめんなさい。いいいいんです。 味ですからだからもうなめろうの時とかお願い先にあのネギ入れないでっつって難し、はいんですけどなかなかうちの入ってっからうちの味なんで千葉の奥の方とか行くと結構そ,ああそうですねうちは初めからネギなんか入ってねえよって怒られたこともありました味、ね <laughs> そ,ね、そ,そを使うのではい、はいあの 薬味ねぎじゃなくて違うのを使うじゃねぎじゃねえ朝つきだよとか言われてそっちもダメなんだよ, <laughs> <laughs> よかったですでもそれは聞いといてああはい、はい、すいません僕は食べてくれる人がよければいいんですそれで、はい、ありがとうございます、はい、そう言っていただけると すすごいで銀むつって魚はいませんおっしゃる通りメロってお魚です <laughs> <laughs> いろいろじゃあごめんあの俺の,あの地元の近所のね定食屋に言っとくね <laughs> ダメなんだって銀むつってっつって言っとくわ <laughs> おじさんがやってるからあんまそんな厳しいこと言わないでくれ <laughs> はいそういうことなんですねはいでどっちもいいと思います別に通 <laughs> じればねはいとろサーモンとかそういうい方がダメってことでしょ <laughs> そうじゃないですかとろサーモンとろサーモンっていうのは あか。いやいいんじゃないですか別にか表現して、はい、こういうふうにちょっと言いたいみたいな感じが、ねはい、造語でいいと思いますよね魚として売る気があるっていう感じが <laughs> <laughs> 多分魚として売るとダメなんですよねメニューとしてやる分にはいい、ね、そうですね。もしれないそうですよ僕はもう本当にあの釜とかあらとかが好きなんで、はい、うんそうなんですよ あ,のあんまり例えばマグロのアラとかもあんまりこうスーパーとかでそんな数出ないっていうか、はい、大体はなんかあの午前中なのに大体ワゴンのなんか並べられてないんですよ、はい、ワゴンのなんか下の方に分か,かりますとかしてマニア向けのやつですよねでもねすごい好きなんですよはい、ね、美味しいと思いますうそうなんですよあの血合いを少し水につけとくとそうですねいいですよね なんんですか下茹でして一回あれしてそこからまたいつもやってるんですけどいや好きなんですよもうあれとご飯あったら血合いが美味しいですよね血合いが美味しいんですよ血合いが一番柔らかいんですよそう鮭とかでもそうだもんあの狭間が好きなんですよ本当本当本当ほん,ほん,ほん,ほん赤いところのマグロ煮てももそもそなんですよ血合いだとかそれを煮つけるのが 好きです家でいつも大量に見つけてはなかなか買えないんでやってますお肉がお好きだって聞いてて僕ねどっち両方とも好きなんですよあそうですか別にあのど,ど多分物理的にどっちのほ食べてるって言われたら多分魚のほう食べてますあそうですかはい魚ほとんど毎日食べるんであ,あそうですかはい僕もあの職業からつまむ程度には毎日食べるんですけども食事で食べるとなると肉のほうがいいかもしれない <laughs> 逆, <laughs> 逆 <laughs> お肉はもう肉はすごい好きですよ魚は家とかでも食べれるんで外食べに行く時もあれば家で食べる時もあるんですけどお肉は外の方が当然ちょっと多くなっちゃうんですけどでもこうんか「タロコのとこ行けばおいしい肉食べられるんでしょ?」って言われた時に「やべそれまた別だ」とかと思ってそれでちょっと勉強しようと思って。 勝手に一応自分で買うのはスーパーとかではある程度は分かるんですけど例えばですお肉屋さん行ったりとか分かるんですけどもうちょっとちゃんと勉強しようと思ってちょっと芝浦行って一通おりえ解体されるところまでをいろいろ見たりとかあの中貝さんの今の事情とかあの生産者の方のいろいろ事情とかを聞いてそれでまあお肉は今。 自分でやってるんですけど。深いですね。お肉もいろいろ大変だなと思って。そうお肉は何が怖いって、やっぱりあのさくのが怖いですよね。きっと。それもありますね。町なく。はい、そうですよね。でも。そうだから、魚、魚はもう全然まだわかんなくて。<laughs> そ,うそうそうそう。難しいです。<laughs> はい。いきます。 That was Linda McCartney, Seaside Woman, お届けいたしました JWaveHelloWorld さあ今夜のテーマはですね日本一の魚屋さんが選ぶうまい魚の食べ方見分け方ですえゲストはさっきねツイートで言われちゃったんですけど、えー、あの今の今喋ってる DJ の,あのネズの発音が気になるっつって言われてあそうですかネズですかネズですかネズ ネズネズですねです。でも後ろに松本さんがつくので、はい、多分ネズ松本とは言わないですよね。ネ、ね、ズ松本ってみんな言う感じです<ー>どっちですか。ネズ、ねね、松本です,、ね、ですよね。本当はあの地名で言うんだったら多分ネズなんですけど、はい、後ろに言葉がつくときは下がんない。そうですね。お電話ありがとうございます。ネ、ね、ズ松本です。そうですかね。よねはい <laughs> な。なんかあの電話出るときはそうです。えー、あのは発音が気になるって言われちゃったんで、ちょっと今。 突っそうですかあと <laughs> にくっつく時はねそういうふうになるのが多いんですよはいご理解いただけますか <laughs> さあということでございましてえー、と何かスタジオにですね今あの松本さんがさばいてくれたこれはアジのたたきですねはい2つありますねこれはい何が違うんですかあのー、いや簡単なことしかしてないんですけども 1>, <A> 1つはまだお醤油も何にもかかってないですあそのままの状態そのままの状態です 3分ぐらい前にお醤油もかけてあるんですが、はい、ちょっとかけてそして少しあえてあります、はい、ほんの少しですけども、はい、それだけはちょっとやってありますちょっと違いがあるといこですね、はい、じゃあまず普通のほうからはい、はい、それをちょっとお醤油今かけて頂いてお醤油かけてはい、はい、ちゃんと絞りたて生醤油買ってきたねこれ<ー>ねゃち,ちょっとちょっとだけこ,これいっぱい出ないからいいんですよねはいぐらいかけて、はい、じゃあまずは普通の栄養 今醤油をかけた方からいただきます。いただきます。うん、うまい。美味しいですか。美味しい。あ,あ、よかったです。<laughs> 多分あの、顔の、あの割にはですね。はい。あの。江戸っ子みたいなとこあって、はい。もうちょっと、あの、あの醤油つけたいとか、はい、そういう気持ちがあるんですけど。はい。あえてちょ、ちょこちょこっとだけにしたんですけど。はい。 まあ本当ねあの臭みないですし、うんえー、ものすごいこうなんていうんですかね口の中の,、はい、あの歯応えというか、はい、歯応えというかちょっとしたなんですか低反発ぐらいの弾力みたいなところが気持ちいいですね、はい、口の中でよかったですうまい、うん、なんかあのギリリのこと言うと 本当に醤油な,なくても十分お味、はい、味わえるとも僕どうしても醤油ないとちょっと物足りないなってテレビとかで本当にあにお寿司におしょちょっとだけつけてるの見るじゃないですか、はい、うわー俺絶対あれできないわとかって思っちゃうんですけど美味しいよかったですでこっちはもう一皿そうそれは少しちょっと前につけてあるんですお醤油につけてるね、はい、ちょっと医療的にもそういうことあますけどはい、はい、じゃあこれも頂い,いてみます うん、あちょっとあの口の入ってきたこう順番でいきますよぬるっとねっとりして身もですね締まってるんですけどさっきほどのちょっとまた弾力と違って、はいうん、でもなんていうんですかここ噛んで 食べていく工程は、はい、こっちの方が口の中に残っててちょっとくれるので、はいはい、もうちょっと魚の味わいをこう、はい、長く楽しめる感じがそう少しねっとりするはずなんです、うんうん、これはお醤油でちょっとこう数分前にそうなんですそれだけなんですけどうんなるほど、はい、ですからあの最初に食べていただいた後から醤油かける方は、はい、それは先の魚でいいと思うんですよなるほどなるほどこっちがご飯でいいんじゃないですか 間違いないなですね確 <laughs>、はい、確かに確かににこれはもうこの,あのちょっと醤油で数分あれしといたのこれはもうご飯にかけたら間違いないですねマグロでも何でもそれ使えるんで,いいです、ね、あのそんな数分と置くわけじゃないですけど例えば、はい、まあお寿司屋さんによっては、まあ、ちょいと上からああやってこうしょ、はい、をつけてくれるようなお店もありますよね、はいはい ああいうのもでもあれの場合はそんなに時間置かないからそういう効果とはまた違うんですかねあでも気持ち狙ってるんじゃないかなと思いますけど気持ちでしょうけど、うんうん、この醤油をちょっとこう数分前に、はい、あのやることによってどういう効果が生まれるんですかお味は今もうこれはうあの僕は難しいことはよく分かんないんですけども、ええ、ただねっとりします、ね、<laughs> <laughs> 確かに間違いないです、はいはい、でもあのさっきおっしゃってたそのまんまでお醤油かける方が お酒でもんだほうがおのほうがちょっと時間を置いたほうがご飯っていうのはすごい納得しちゃいましたねはい結構何でも使いますそれは使いますないろんなお魚でも試すことできるできますじゃあお魚こう刺身で召し上がったりとかするんだったら両方でやってみるといいですよねおうなんかでもねぜひおいし子供たちにはこっちいいんじゃないですかおしょうつけたほうでお父さんにはちょっとこう後で醤油つけて楽しむほうはい ていうか間違いなく <laughs> うまいですこれ。はい。いいさあ<す>、えー、まあこれはお家でもすぐできそうなね、えー、お魚を美味しくするテクニックですが。この後も、えー、まだまだいろいろと教えていただきます。僕だけ食べたらあれだから、君らも食べなさい。いいですか。おかび、おかびで食べて。魚大丈夫か。俺魚大好きなんすよ。<laughs> 千葉だもんな。千葉です。ひたすら味来てましたからね。ね。千葉と。<ー>いや、アジでもい。 お、ネットリから行ったね。ま、あでもあれか、やっぱりやっぱりなめろうの里だからやっぱり、この辺はあらはね。おいしい。そもそもよかったです。<laughs> よかったです。味 <laughs> の国の人が置 <laughs> いたら間違いない、ね。味の国の人。の,国の人 <laughs> でしょでもやっぱ千葉のお寿司屋さんの味は本当おいしかったですね。うん,うん。千葉に引っ越して。 はアアは結構は結構構鮮度重要だ、ね、からねこうお肉とお魚って、はい、こう食べるまでの工程っていうか過程が基本的には全然逆のものだなと思ってて、はい、お魚はやっぱりそのそ鮮度がよくて、ね、身が締まってるっていう、はい、そのあのあまあ 食感だったり、うんはい、それがなんから、はい、お肉の場合だとそのちょっとまあエイジングもあるんですけどちょっとこうあのグロい話になりますけど、はい、やっぱりどうやって閉めたかっていう状態によってお魚もそうだと思うんですけど、はい、でお肉の場合も結局そうですよねやっぱこう死後硬直があって。はいはい で,、はい、でそのこう肉の硬くなったのをこう柔らかくしていくっていう、まあ、熟成っていうよりもなんかそういう期間も必要だったりとか、はい、でまあプラスアルファそういうこうお店のやっていきたいとかお肉屋さんの,そのやっていきたいあれでまあ熟成の書き方っていろいろあると思うんですけど、はい、まあそ柔らかくしていくっていう工程があって、うん、お魚の場合だったら本来は逆じゃないですか、はい、なるべく鮮度のいい状態でっていうちょっとこうやっぱりこうみんな締まってる。 いやそれが結構今熟成やってるじゃないですかやってますね魚もそうなんですよであのマグロに関しては全くその通りなんですあ,あ<の>なるほどなるほどあの硬い状態じゃやっぱりうまみも出てこないし出ないですよねそうですねやっぱりある程度寝かして寝かしてまあマグロは昔からそれを聞きますよね、はい。他の魚って言われるとちょっといやそれ今流行ってるじゃないですか白身とかも、ね、みんなやっててすごくそうなんですよ 下手したらもう一ヶ月くらい寝かせる人とか,かありますね。はい、あますね。イカとかもそうやって寝かせるんですよ。すね、僕もなんか北海道行ったら一回行ってみたいなと思うところ一か所あるんですよね。熟成、はい、の寿司屋とかああ名前出てこないんですけど。札幌でしょうねきっとそんなことやる。前まで全然割り方もっと もう車で結構大変だよねっていうとこから札幌に移られた結構まだ若い息子さん職人さん息子さんがステーの中ですごい有名なったとこもあったりとか僕自体はまだ縁がなくて熟成のお司屋さんに行ったことないんでとりあえず一回ちょっと行ってみたいなと思ますけす木村さんっていうのがいいと思います熟成は双子玉川だと思うんですけどそこに行こうと思っておりましてあそこは持ってる魚もいいですねやっぱり 素晴らしいいと思います僕は行ったことないんですけども2個玉のですね、はい、金目も1か月寝かせるとかよく聞きます天台は1か月すごいですよね2か月寝かせるとかそういうのも聞きます,うす、ね、もうかなり予約の取りづらいお店になりつつあるみたいですけどね<ー>今ここで行った時点でもう今かなりこの時点でもう予約の取りづらいお店、ね、ですよね<ー>僕木村さん知り合いですからあっそうなんですかはい昔同じところで知れてるんで なるほど。しかも、年は同じぐらいですもんね。そうですね、ええ。もうちょっと上に見ますけど。<laughs> そうです。確かに。That was Snoop Dogg featuring Stevie w o n d e r c ね。c a l i f o r n i 面白いと思ってきいましたね。ねまあ、なんかあの、アメリカから日本に戻ってきてるお寿司みたいなところありますけどね。はい、ねでも、なんか、サーモンスキンロールとかね、向こうの方好きなんですよね。日本の人ってそんなに皮食べないじゃないですか。はい、そうですね。ね。 いいやでででも皮っていうののは重要すすよすごく、うん、であの鮭の皮を食べなくなったのは鮭の切り方が悪いんですみんなあ。あそうなんですかあのみんな鮭を売りたいから断面を見せるたびに斜めに切るんですよ、ええ。ああなるほど、はい。そして鮭の切り目は大きいよって見せるじゃないですか、はい。そうすると皮が焼けないんですよ。鮭が立たないじゃないですか。かなるほど 皮をがほにゃほにゃの状態で,うんですよね、パリパリしないわけですよね。あれあるはもう魚屋全部の責任です。ああ、でも、だから、あ、僕はでもやっぱ皮が好きなんですよ。だから、そのせいかどうかわかるんないですけど、な、あの、今言われて気づいたんですけど、な。斜めに切ってあるの、皮ないです。はい、あの皮の存在感がしないから。はい、僕の中では大抵、あの。 あの僕もやっぱ知ってるところで、鮭買うんだったらここで買うっていう癖があるんですけど、はい、そこはもうなんかタイタニック号みたいな形してます、豪華客船みたいな、ちょっとこう、はい、割り方厚切り、わ <laughs> <laughs> かりますすごい、厚いよねっていう感じの豪華客船みたいな形してる鮭買いいます、はいうん、すごいです確かに1本1000円ぐらいしますゃに買ううんでそ,でそういうのがいいです。やっぱり鮭は 全然食べた気しますよね。はい。全く違いますよね。そうなんです。鮭が倒れちゃダメです。ダメなんですね。鮭は立たせろ。そうです。たて立つんだ鮭。そうです。<laughs> <laughs> すごいわ聞いてるとい,いろいろなんかあこれが当たり前だと思ったことがちょっとこういろいろ崩れてくるとこ皆さんの中にもあると思いますけど、はいえー、今日はですね、えー、文京区根津にあります <laughs>、えー、根津松本の店主松本秀樹さんに <laughs>、えー、日本一の魚屋さんが選ぶうまい魚の食べ方見分け方をいろいろと教えていただいておりますけどねはい、えー、皆さんからもいろいろ来ておりまして「銀物って魚いません」っていうね はい、メロってお魚ですっていう。でも魚あれスーパーとか行ってもまあメロって書いたの見たことないです。まあでもギムツって書いてますよねきっと。書いてありますよね。はい。あのあの鳥取大の定食屋のおっちゃんにも言ってこわあのギムツって言っちゃいけないんだって,って。あえ、はい、ど,どっちでもいいです。メロって書いた瞬間なんだって思いますよねきっとね。<laughs> はい。いきなりカタカナが。メロです。あメロ。<laughs> <laughs> やっぱ魚もソウルもメローな感じで僕は好きですけどね。<laughs> はい、えー。いろいろ皆さんからも来てますけど、シラスは大きくなると何になるんでしょうか。単純な質問です。いませんっていうのが来てますけど。イワシですよね。イワシですよね。そうですよね。うん、いや僕自信なくなっちゃっま <laughs> <laughs> ねイワシもねカタクチイワシとかね、はい、いろんなセグロイワシやらシとかはいありますよね。よねも魚もその成長と時期によって呼び名が変わるってこれ日本独特なんですかね。 ああそういう出世植えとかありますよね,ねいろいろね、まあ、今日はですね日本一の魚屋さんと言われております、えー、根津松本さんですけどこれからはこう、まあ、どんなお店にしていきたいっていうこう僕はあのお魚をみんなの家庭のに上がるようなあの日本にしたいんですよね。うん でただ僕の魚屋一人で頑張ってもしょうがないんで魚屋さんみんなで頑張ってあの努力して子供たちも魚食べてあのお母様方もあの子供たちに魚食べさせて何て言うんだろう少し手間なんですけども魚っていうのは、うんうん、その手間をちょっとあの何て言うんでしょうねおしまずというかそこを楽しんでほしいみたいなところも。はいはい ありますよねだからなんかテーブルに魚が1品あるようないつも食卓になってもらいたいなっていう願いを込めて一生懸命魚やってます、うんね、いやでもね僕もあの思うんですけど、まあ、食の欧米化と、はい、まあ俺みたいな顔したのが言うのもなんですけど思いますけど、はい、で例えばあのお,肉お肉ってなかなかちょっと毎日食べるのって意的にも難しいっていうか。はい 魚って毎日食べられるじゃないですかそこをまずこう体にその、まあ、国によってもいろいろあると思うんですけど、はい、やっぱ日本の人はやっぱ魚をおいしく食べられる体になってるんだなっていうふうに思ってどっちが好きかって言ったら分かんないんですけど、はい、お肉はちょっとイベント的な要素が、ね、非日常みたいなところもあるので、はい、確かに美味しいし、うん、好きなんですけど、はい、毎日食べろって言われたらやっぱお魚じゃないと食べれない。 こんなお魚の食べ方もいろいろ食べるの本当に日本ぐらいですよねそういう意味,うで,、ね、意味では。だからあの日本の食文化っていうのはやっぱり魚っていうのは重要な部分を占めてると思うんで、うん、そこたちそこを僕たちが一生懸命あのー、提案して、そうですね、あと体的にも必要なものいっぱいあるしね魚って、はい。そういう意味では。頭の良くなる。え、D 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 D。<リ> ど,えっと、ど,どこさ、どこさ、へきさ、へきさごう、すみませんね、今、パッと名前出てこないさ、失礼いたしました。<laughs> えヘキサヘキさエんさん、合ってんの、今トーク、トークバックで言われたけど。<laughs> ね、だからそれを取るためにこうサプリメントを取ったりとかね、はい、もうするわけなんですけど本来、はい、であればそのお魚を食べてればそうです、ね、取れてるものですし、はい、まあ焼いただけでも美味しいんですけどちょっと手間かけると違う,こう味との出会いとかっていうのもね、はい、たくさんやっぱありますからね,そうですねだからあれですよね魚屋さんに行って聞くといいんですよねそうです魚屋さんに聞てくださいそうそうそう多分いっぱい並んでるとこれをどう食べていいかって悩む人もいると思うんですけど、はい、ちょっと興味持ったお魚これどうやったら美味しいのって言われたらいろいろ。 言っていただければ教えてくれるわけですよね、はいえー、これはブイヤベースですみたいなそうです感じですよねす、はい、<laughs> なかなか v ベースイヤ <laughs> <laughs> ベースにするとなるといろいろついてくるものがあるんで<に>ハマグリもいるし他にもね、はい、そうそうあでもそうしたらそれを合わせてね買ってこんなふうになんていい、ね、はいできるわけですしね最後にあの松本さんが思うお魚の魅力ってやっぱ何ですか 魚はやっぱり季節ががあるのいいいんじゃなででしょううかねうそうですねそす、はい、だからあもうこんな時期かって思ったりだとか美味しくなった魚を食べてあ夏が終わると思ってみたりうん、うん、あのー、やっぱり季節を感じることなんでしょうかね。そうですね。まあその四季っていうのがあるっていうのがやっぱりこう日本ならではの良さですしね、はい、食べようと思えば何でも食べれるっていうのはあるんですけどそ,うす、ね、その時にやっぱそのものを食べるっていうのが、はい。 いいわけですよね。家族の中でも会話が。生まれるような気持ち。買ってはい。で、8月のお盆過ぎになったら、もうそろそろサンマが美味しいね。とい。うことですよね。はい。あとは、えっと、ねず松本さんいって、わかんないことあった、みんな聞いてください。はい、もう何でも聞いてください。教えてくれるそうですから。はい。さあ、最後何かお知らせがありましたら、お願いします。あ。はい。うんと。なんだ、これ。お。な。本が。そう。そうなんですよ。これ、早川ひかるさんという方が書いてくれたんですけども。 題名言いますよ恥ずかしいですけども僕が書いたんじゃないですかこれは「日本一の魚や根津松本に選ばれたこの世で一番うまい魚」という本が今ピア出版、はい、から出てますので発売されてるんですねはい是非、はい、お手にとって見てみてくださいしてみてください、はい、あのお店にも行くとあの松本さんもいつもいらっしゃるんですかたたしりましたたまー たまにちょっと稀にねいないときもありますけど、うん、散歩に出てるときありますかぜひ皆さんも一度、ちょっとこうお魚をね、まずはちょっと見て、えー、お魚を楽しんでいただきたいと思います。はいはい、というわけでございまして、松本英樹さん、今夜どうもありがとうございましたありがとうございました。